伝える憎悪の象徴、いわばこの海洋の悪の星標なのだ。でもあなたがいくら悪を極めても悪で情愛は支配できない。果たしてそうか。来たか。リーン、やっと会えたのだ。よく奴を見ておくがいい。俺が奴を見る最後だからな。俺は知っている。この女が最も愛するもの、それは貴様だ。だがそんな愛など俺がこの場で消し去ってくれる。ケンシロウ、この破壊がわかるか。いよ、北斗龍拳痴漢破。この破壊を疲れし人間はその目の光とともに一切の情愛を失うのだ。えっ。そしてその目が再び開かれた時、最初に目の前に立つ人間にその情愛の全てを捧げるであろう。たとえそれがどんな怖くと汚れ切った下郎であってもだ。わかったか、リーン。いかに愛が愚かで脆いものか。悪こそが情愛を支配翻弄できるのだ。許さぬぞ、海王。しまった、墓標が。それは北斗宗家に対する我が憎悪、ここから始まった。これこそがケンシロウとヒョウ、ウヌラ兄弟二人を生かすために死んだ我が母の悲しき墓標だ。海王がなぜあれほど情愛を憎悪し、我が北斗宗家に激しい敵意を抱くか、俺にはわかる。敵を捨てろ。海王様の命により貴様を殺す。やはり手負いの俺も狙ってきたか。死ぬわけにはいかん。なんとしては劣等。俺が強くて海王は歪まなかった。だが俺はまだ死ねん。海王を歪ませた落とし前をつけるまでは。あなたに伝えることがあります。銀という女が箱を士官箔を突かれました。銀、哀れケンシロウを慕う女か。これぞこの世の覇権。俺とケンシロウは海王の母の情愛に
命を救われているのだ。余はすでにあの最終戦争への予兆をはらみ、局地的な戦闘が勃発していた。大変だ。本堂の中にケンシロウ様とヒョウ様が。太陽、ラオ、私に水をかけなさい。私が行きましょう。どうして、母じゃが行く必要はない。太陽、中には子供二人が火に巻かれているのです。それを見捨てては、母は人ではなくなります。母じゃやるがよい。真に愛深き人であった。褒めろだと？褒めてどうなる。褒めて死んだ人間が生き返るとでも言うのか。誰が奴らに母じゃを弔わせるものか。母じゃは俺たちのもの。誰にも触れさせぬ。ここなら冬でも暖かい。凍えることもない。その時、俺は誓った。この世から一切の情愛を抹殺すると。そして悟った。情愛に打ち勝てるもの、情愛に微動だにせぬ者、それは唯一悪であることを。この俺の心が悪に染まりきれば、母の死にも心は痛まぬ。痛む、心が痛む。それから俺は心の痛みを傷の痛みで消した。自らの肉体に傷を負うごとに一つまた一つ、俺の心に救う情愛を消していった。見ろ、ケンシロウ、母の墓標の前で浮かび上がる無数の傷を。ならば見よ、お前の母にもらったこの体。俺はこの傷を一つ負うごとに心を一つもらってきた。ラオウもまた俺の中に心を残したのだ。結局俺はケンシロウに何もしてやることができなかった。海王の心を変えることさえも。ヒョウ様、俺はまだ死ねぬ。これ以上海王の名を地獄に落としたくないのだ。リンはこの辺りにいるはずだ。一刻も早く見つけなければ。見つけたぜ。おお、この女が士官服を疲れたという女か。なるほど、美しい顔をしておるわ。この俺も目を開かせる覇行ぐらいは知っておる。貴様は
ましょう。まだ生きておったか。ねじ伏せてやるわ。はい、俺がつついて起こしてくれるわ。リン、お前だけは怪我させぬ。お前が汚れれば海王の名もまた汚れる。リンはこの命に変えても守り抜く。すぐりの手段守ってみせよ。このひょう最後の力見せてくれよ。これ以上海王に悲しみを背負わせることはできぬ。戦隊か、はあ、俺の願いも凛の命運もここまでか。あんた一人でこれだけの修羅を倒したのか。俺はバット、この女とケンシロウを追って海を渡ってきた。心を捨てた男と心を刻んだ男と、どちらの剣が勝っているか血へどの中で知るがいいわ。